皆さんこんこにちは根根本生体の根本のです今回こちらのビデオでは、えー、最近ニュースでですね XJAPAN の YOSHIKI の方が記者会見で首にカラーをしているところを見ました、えー、首の手術をしたということでネットで検索したらですね、えー、頸椎のヘルニアとか、えー、そういった類の 神経の障害で激しい痛みでですね、手の方や肩の方からですね、ずっとしびれ痛みが出て、えー、アメリカの方で手術をしたというニュースでしたで原因の方がですね、えー、そういったバンドをやってる人だと分かると思いますがヘッドバウンディングといって、えー、上下前後にですね激しくこうバウンドバンドをやってる方はあの首を 振ってしままううという、まあ仕事としてですねそういうあの激しくこう首を振るっていうのがあると思いますがそれでですね首のけ椎がこう動きすぎて悪くなっているとそういった方で手術が必要になってしまうっていう方が、えー、ヘッドバウンディングでいるそうなのですが、まあ、これはですね一般の方でもそういった方で首が悪くなる方も実は多いです。えー 頸椎というのは、まあ、神経がこう通っているところですからあまり過剰に動かさない方がいいわけですね。ただし、例えば猫背であったりとかこう猫背であったりとかっていう姿勢だとどうしても首の下部の方が動きすぎてしまう。他にもですね、例えば私が見ている選手、ボクシングとかレスリングの選手はブリッジしたりとかですね、パンチをもらったりとか、どうしても首に動きがつきすぎてしまう。 そういった首の、えー、障害ですね首の方の神経の障害というのが怖い症状です一般の方でも先ほどお話したような猫背姿勢不良からくるものとあとはですね手足の動きがすごい硬い人はどうしても中心が動きすぎてしまうとそういったこともですね経過としてありますので 首だけではななく全体的な動きをチェックすする必要があります私たちの生態では常にそういった意味で全身を調整して最後に首の方に、えー、調整するようにねじりを全部中心からですね、えー、背骨や首に集めて最後調整するというもうシステムが完成しているのですがそういったことをですね考えても首というのはあまり過剰に動かさない方がいいということが分かったと思います。 いつもビデオでお話しているように前にですねこう顎をつける動きとか回線の動きというのはきれいな動きとしては問題ないのですが後ろに反るっていう動きがやはり一番危険ですのでそういった動きをですねこう激しく動かすような動作をされている方は気をつけてくださいそれでは今回のビデオは以上になりますありがとうございました